軽いゲームで重い罰ゲー社長のアガーゴルフでピッチャン等を逃げるんだフルチャンネルコスプラクターデザインうわどうもロイズでーす。ロイズボーカルスバルです。伊田グイナです。ベース交代です。ドラムトマイです。ということで、はい、皆様覚えていらっしゃいますでしょうか。はいはい。しょうもないゲーム。しんどい罰ゲームみたいなあったね。やりましたね。水星でやりましたね。企画持ってきたも悔いないな。そうです。まあそんな中で、うん、僕が受けました罰ゲームがありまして、はい、ロイズの公式キャラクターを考えてこいと、しっかり考えてきたんで。さすが。一応案は一個しかないです。完璧です、うん、もちろん台本もおーおーすごい、すごいロイズチャンネル、この度私クイナが、うん、ロイズの公式キャラクターになるかもしれない、うん、キャラクターを本気で考えてきました、うんはいはい、ロイズ公式キャラクター、おーすごい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 、もう早速、はい、出しますよ。名付けて、名付けてお化け猫丸です。どこかで見たことあるような、ほう、でも見たことないような、うん、どこにでもいそうだけどもどこにもいない、ほう、私生活に紛れてもいても違和感もない、うん、あ、まあ確かに、まあ、確かにね、親しみやすく、可愛らしいフォルムにします。まず表のポイントは、尻尾のリボンでございます、はい、こちらは青と紫で、うん、私と、スバルのカラーをあしらった仕様となっております、うん、そうだね。安心してください。安心してください。きちんとほうバックの方に、あーなるほどね。バックの方になるほどね。あー色をあしらっております。そして背中にはロイズ感を感じさせる羽、うんうん、そして怪しいチャックがありますが、おるね、これはまた後ほど説明させていただきます。あでも丸まで大事です。あ丸まで。分け猫丸前の名前。なるほどね。そう重要やな。ロイズチャンネル。参考程度に、いろんな表情のお化け猫丸を紹介します。おー気になるこれ。まずはおなじみのピエンでございます。最近のスタンプやったら絶対欲しいね、はい、これね。あるでしょ、そして私が一番気に入っておりますおこです。おお、尻尾ピーンってピーンってなってる猫や。かわいいでしょ、うん、何かお宝を発見したようなキラーン、うん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 、そして、皆様大好き、血気術ケギス混沌催眠のささやき、はい、お眠りです。お眠り、俺そこまでまだ見てへんか分からへんな。ぜひ映画館へ。ロイズチャンネル、他の表情です、こちら投げやりであったり、ラブ、うん、で、うん、悲しみ、うん、クイナコス的な感じで、まあ、ピアスも開いてる、ね、そう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 。そして、皆さん最初に会ったお化け猫の後ろ姿で、うん、気になったであろうチャックですが、うん、実はお化け猫丸はお化けなので、中に黒幕がいます。おう、ただ黒幕は世界には非公開なので、うん、なるほど、あのここではお見せします。あ、なるほどね。皆様にはお見せします。あー、はい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 。ただこの YouTube を出す際は、うん、しっかりモザイク処理をかけてほしいんですよ、ね、中身こちらになっております、はい、こちらですあ、なるほどね、なるほどね、そういうことね。そう、これが中にいるんですよ。ああ、なるほどね。はい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 。これ理解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 。持ってんだー。これモチーフ何かわかります？そんなお化け猫丸ですけども、うん、目標があります。ダトーニャ吉。あなるほどね。まあ皆さんの感性わかりませんよ、うん、お客さんの方はみんな可愛いと思いますけども、うんうん、僕はそこまで可愛いと思わないんですよ。なるほどね、なるほどね。そう、やっぱり女子高生がどっちのスタンプ使うって言ったら、僕こっちだと思うんですよ。BP 枠の、猫枠、うん、お化け猫丸がいただきます、うん、なるほどね、なるほどね。ぜひとも、よろしくお願いします。あー、いいね、関西弁やね。いいね、そう、よろしくやで。何がいいかって、これ誰でも勝てるやん。そうやね。ああ、まあ確かに。そのキャッチーさね。そこ。あ、でももし書くときはちゃんと聞いて、うんうん、あの書き順とかあるから。あ、なるほどね。また絵描き具で公開しなあかんね。そうね。この11年目でクイナがね作ってくれて出たってことが、うん、俺はちょっとなんか、なんかいろいろなんかできそうやなと思ったし、うん、ちょっとなんかね今すごい。ありがとう。もう BP レコードよ。キュイーンじゃなくてもうこれ出したらキュイーン。バズっちゃうかも。これバズるかもね。ロイズチャンネル。佐藤にゃん吉です。
よろしくやで、よろしくやで。はい、この、動画がいいな、クイナお疲れ様、ありがとうと思った方はグッドボタン、お化け猫、丸のこれからの展開が楽しみな、楽しみやな、可愛いなと思ったことも高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではロイズでした、楽しみにしててください。ここお化け猫丸の LINE スタンプが発売されることになりました。やった、やべえよ、いいね。ロイズ公式、キャラクターに就任した、お化け猫丸の、皆様スタンプぜひゲットしてください。お願いします。